どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。皆さんもうそろそろクリスマスがやってきますよ。気づいてますか？12月ですよ。皆さんガズレレではもちろんクリスマスソングたっぷり取り上げておりますので、今日あえて動画でもちょっと告知させてください。ガズレレで今まで取り上げているクリスマスソングたっぷり集まってるホームページの1枚があります。こちら、このリンク先ちょっと行ってみてください。このリンク先に行くと本当に世の中にあるクリスマスソング、洋楽から童謡から最新 J-POP まで含めてたっぷりそこのページにありますから、全部 YouTube 動画にリンクかかってますからね。ちょっといろんな曲今から練習してですね、クリスマスパーティー盛り上がっちゃいましょう。そして今からウクレレ始めたいなと思ってる方もそこでやって、ジングルベルとか赤鼻のトナカイとあっという間にできる、これ嬉しいやつでございます。初心者様でも入門コード3つ4つですぐにできるのがクリスマスソングのいいところでございます。ぜひ皆さん今一度、今12月今日5日ですからね、あと2週間ぐらいでクリスマスイブですからね、クリスマスですからね、それまでちょっと今から練習していただいておけばね、ホームパーティーとかも仲間内でなんかパーティーやるときにも盛り上がれますからね、ウクレレで。クリスマスソング今から練習していきましょう。そしてもう一個お知らせ。もう一個ガズがやってる鍵盤楽器のあの YouTube チャンネル、ガズピアノでもただいま大絶賛クリスマスソングの特集をやっております。そっちもね、あの本当皆さんウクレレやってる方あんまりキーボードとか鍵盤とかピアノとか興味ないかもしれないですけど、僕もそうだったんだけど、やってみたらわかります。めちゃくちゃ面白いですよ、鍵盤楽器も。そっちの方のリンク、ガズピアノのリンクもここに貼っておきます。ここで今クリスマスソングの特集やってますからね、すごく楽しくてわかりやすく、そっちのガズピアノのレッスン動画もめちゃくちゃ面白いことになってますんで、今年は両方でやっちゃうとかね、ぜひ皆さんちょっとやってみてください。でまあ今日このねクリスマスだからそろそろみんな練習した方がいいんじゃないというこの動画なんですけど、せっかくなんで1曲赤鼻のトナカイさんをちょっと演奏したいと思います。これもめちゃくちゃ簡単で入門コードだから3つでできるのかな。これね、ちなみにあれここにあるんですけど、このリッドミュージックから出てるこれ赤い本にねこれ出てるんですよ。ここにこれを今から見ながらやろうかなと思います。117ページに出てますからね、こういうのどんどん使ってやってみましょう。よし、じゃあ真っ赤なお花のトナカイさん、赤鼻のトナカイやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー。真っ赤なお花のトナカイさんはいつもみんなの笑いもの。でもその年よクリスマスの日、サンタのおじさんは言いました、暗い夜道はそうですね、 C と F と G7 でこの曲とかできちゃうわけですから、これあのまだやったことないよっていう方にも皆さん教えてあげるのもいいかもしれません、ウクレレ弾ける方はね。はい、そしてね今ねこの本から取り上げたんですけど、こっちのね本、これガズレレが出版してるこっちの本もあるんですけど、ここにもねあのボアちゃんのメリクリっていう曲が入ってたりとか、まあこれもこれ知ってますか、ガズレシピという本があるんですけど、これ今 Amazon で、ゲットできるようになってます。はい、これ84曲入ってる、あのガズがここにいるでしょ。はい、ガズレレで出版してる本なんですけど、こっちの楽譜はですねシンプル簡単バージョンとかっこいいバージョンとこれ両方記載があるんで、これもねなかなか面白い楽譜になってますんで、皆さんはい、こっちの方のガズレシピの本のバージョンAmazon でガズレシピで検索してみてください。というようなお知らせをしつつですね、もう一回確認を概要欄にも貼っておくけれども、ガズレレのクリスマスソングまとまってるページのシェアと、ガズピアノでもやってますよというご案内でした。今からだったらまだ全然間に合いますから、クリスマス。2021年のクリスマス。今年はちょっとあんまりね、はっちゃけられなかったから、クリスマスはもう本当にこれで盛り上がりましょう。ガズレレ YouTube チャンネルをですね、引き続き毎日ね、いろんな曲取り上げたり、すごくね、皆さんにとって役に立つ情報をアップロードしていきたいと思っております。また引き続き、ガズレレ YouTube チェックしておいてください。よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。